3DCG で描画した東の宮古墳東の宮古墳は愛知県犬山市大和座犬山にある古墳時代前期の前方後方墳。1973年に発掘調査が行われ、1975年に国の史跡に指定された。また、出土遺物は1978年に国の重要文化財に指定された。木曽川砂岩に東西に長く伸びる白山。 平山山頂の生誕頂に位置する。1973年3月に、道古墳の広報部において、洞窟事件が発生し、被害状況確認のため同年8月から9月に、かけて犬山市から委託を受けた、久永春浦によって、発掘調査が行われ、同時に測量調査も実施されている。2005年以前の文献によると、墳球の規模は、墳長72メートル。 後方部4849メートル、後方部高8メートル、前方部幅43メートル、前方部高6メートルとされてきた。しかしながら2000年代、ただし、噴球のり土の範囲は、付近式定石の外側にも広がっている。前方部西端部が土取りにより破壊を受けている他は、前方後方噴の噴径が良好に残存している。噴頂部は、比較的、狭く、 12メートル8メートルほどの平坦面が存在する。やはり2000年代の調査で広報部高さの概ね、中間の高さにテラスが確認され、東の古墳の広報部は二段築製の墳球であることが判明した。前方部に関しては、墳球上部の調査を実施していないため段畜の状況は不明としながらもレーザー測量による投降線から、 後方部のテラスが前方部まで回る可能性があるとする。東宮古墳の築造にあたっては、地山を削り出して、墳球を作り出した様子は確認されず、地中レーダー探査の結果からも、前方部、後方部ともに相当程度の森土によって構築されている可能性が高いとする。出土橋、青塚古墳ガイダンス施設、マホラの館展示。主体部は、 広報部長に2カ所、前方部に1カ所あり、1973年に発掘調査されたのは広報部の縦穴式石角である。この縦穴式石角の規模は長さ4.8メートル、幅0.8メートルを測る。石角の底面には木製棺を安置していた粘土床が認められた。足石は細長い業界岩と花崗岩を混在させた石材を、 小口石で構築していた。天井は、業界岩の遺体市場の7枚の天井石によって、覆われていた。出土遺物はすべてこの、縦穴式石角か,から出土しており、同橋11面、石製品、玉類130点、鉄製品として、鉄剣4点、鉄刀9点、鉄剣鉄槍17点、鉄属6点、短冊系鉄府3点、有体鉄府3点、 ハリトウ1点、Y 字型、鉄器2点、死があった。これらのせっかくない出土遺物は、国の重要文化財に指定され、京都国立博物館に保管されている。同京11面のうち、三角園新獣郷4面はそれぞれ同伴郷が、日本国内の古墳から出土している。4面ある、人物金獣文郷は、日本製で、能美平野のみに分布する得意な図像の鏡である。 なお、東の都墳の築造年代については、副葬品などの従来の年代間からすると4世紀が妥当であるが、発掘調査報告書の作成者の一人である赤塚次郎は、最近の東海地域での弾きの変年の年代間から3世紀紅葉を提示している。国の重要文化財、終わり東の都墳出土品の明細所在地。 愛知県犬山市大技犬山あ東湖県322-1ありがとうございます。